にちは、木下優香です。今日はとっても便利な家計簿アプリの紹介をしたいと思います。ちょっと知性的に見られたいと思ってメガネをしてみました。ドクターウォレットっていうアプリなんですけど、開いてみますね。このアプリでレシートの写真が撮るだけで自動的にデータ化されるんです。ちょっとやってみます。レシート撮影、じゃ例えばですね、私がこのカレーを食べに行ったんですよね。はい、もう残念ながらね、一人で食べに行ってますね。かわいそうですね。写真を撮ります。そしたらもう送信ボタンを押すだけです。で、なんとこれだけで家計簿に入力してくれるんですよ。なんと人間がこれやってくれてるんですよ。これを受け取った写真の人が。でもまあ人力でやってるからすぐにではないんですけど、まあ、次の日とかにはだいたいデータ化されてましたね。それでですね、私のよく質問で来るんですけど、1週間とか1ヶ月の食費どれぐらいですかっていう質問よく来るんですよ。それを今回ね、このドクターウォレットで入力してたんで発表したいと思います。それ1週間やってみました。家計簿とかめっちゃ苦手なんですけど、超楽でした、これのおかげで。私の1週間の食費なんですけど、11,683円でした。ちょっと高いですね。まあ人より 1.5 から2倍ぐらいはやっぱり使ってますね、私。これが私の1週間の食費です。3月2日に5152円使ってますね。この日は私、カレーを食べに行ってます。チーズナンが好きなんでね、チーズナンにして、で、1人でね、行きましたね。これさっき写したやつです。ナンはおかわり自由だったんで、1280円でしたね。夜は夜で、いろいろ買い物したんですよ。この時、玉ねぎ、なんかニンニク、牛すね肉とか買ったんですけど、これはあれです。カレーを作りました。カレーを食べた日にカレーを作りました。どんだけカレーが食べたかったのかっていう話ですよね、ほんと。3月3日、1111円使ってます。なんと、1111円、すごいですね。ぴったりじゃないですか。この日はなんか別に適当なものを買ってますね。豆乳買ったり、お菓子買ったりとかですね。時間がなかったんですよ、多分。食べとる日もないと思った。それで、4日の日は1890円使ってますね。で、この日は私、ラーメン屋さんをはしごしてますね。最初に、ラーメンを、いっぱい食べて替え玉を2回して1090円でしたね。でその後、この日はこの後つけ麺食べたんですね。つけ麺の大盛りが800円でした。ラーメンばっかり食べてますね、ほんとこの日は。で5日の日が、あ、この日ね、ウームの大阪セミナーで行ったんですけど、それで大阪の駅弁を買って、それが1030円でしたね。お寿司、回転寿司食べたんですよ。回転寿司を2500円分くらい食べたから、これは手入力しました。この日ね、私レシートで持ってなかったんですよ。だから夜に手入力して、手入力もできるんです。2500円って入れたら、こういろんな項目がありますね。で食費って入れて、保存ってやって送ると入るわけです。だいたいこんな感じでしたね。この週は 11,683 円買いました。でも最初のこの月曜日の5152円で結構いろんな食材買ってるんで、これで1ヶ月だいたい持ったりしてるんで、結構まあ一番最初の週は多く使った感じですね。まあでも何もです。私の食費は別に大して面白くもなく、びっくりする内容でも何でもないですね。申し訳ないです。ネットで買い物するじゃないですか。その購入履歴を写真で撮っても、それもデータ化してくれるんです。ちょっと撮ってみます。これをさっきのアプリで同じようにデータを送信するじゃないですか。そしたらそれも家計簿に入れてくれるんですよ。ちゃらくないですか。このアプリはなんとですよ、無料で使えるアプリなので、ぜひぜひ皆さんもやってみてください。活用してみてくださいね。私もちょっと食費を抑えられるように思います。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。